してじっくりとお話ししたいと思います。私もちょっと仕事で漫画描いてるんですけれども、はいはい、まあ、ただやっぱり孤独な仕事だと思っているので、この、まあ、今日のこのイベントもそうですけれども。あ、そうなんですか。はい、あのボーイズが作品とかありますね。はい、ボーイズがラブして2冊ぐらい書いてます。ああ、はい、よかったらお送りします。あ、お願いします。ここで商談ですか。商談男子キャラ系をね、もう少し広げなくていい。はい、なんですけど、こうやって今日のそのイベントをみんなで作ろうっていうのもすごく楽しいですし、はい、漫画家っていう職業の人間が、あの部活みたいに演劇みたいにみんなで集まって何か一つのものをするって本当にいい企画だと思います。でもね、漫画なんて落書きじゃないですか。落書きね、落書き楽しくなかったら意味ないですよね。そうですね、みんなで落書きしてるのにここの権利は俺だってつまんない話じゃないですか。やめようやめよう。高松先生に質問です。生まれ変わったら何になりたいですか。ああ、よくな、あの床屋さんに行くと将棋の棋士の方でしょうとかねIT 関連の方ですよねって言われるので、今度はそっち方面に行きたいですね。似合う。高松先生がどうして漫画家になったのか。漫画でね、希望を皆さんに与えたいわけですよね。かっこいい。っていうのが建前で、初期投資が少ない割にリターンがでかいですね。漫画家魂ヒーローズ の、 あのチャリティーイベントに参加させていただきました、このチャリティーイベントは被災地のために本日も岩手県の府知事がお見えになったり、また豊島区のアニメカーニバルでご協力いただいたおにぎりプロジェクトの方や、また野中実さんのような方が主催しているイベントです。このようなイベントを通して、また豊島区、そして被災地復興にぜひとも力、少しでも力になれて、また元気が出るような、そんな地域のイベントだったと思いました。今日のイベント、本当に小さい子どもからまたご年配の方まで、世代を超えてたくさんの人が喜んでいただき、そしてアニメを通して非常に元気で笑顔で帰っていただくことができたと思っております。豊島区からもこのような活動をぜひ続けていきたいなと思っております。はい、こちらお願いします。いきます。はい、チーズ。もう一枚いきます。はい、チーズ。少々